チャンネル登録お願いします。はい、浅見次郎です。こんにちは。今回はね、またなんですけど、その前に、破産次郎は、2回破産しとるんですね。その経験をもとに、しんどい人はね、いろいろ、この時期特にいると思うんですけど、もらえるもんはもらおうというか、借りれるもんは借りとこうみたいなね、そういうことでお話しさせてもらってます。で、今このコロナで、給料が下がったとかね、失業したとかいろいろあると思うんですけど、その国がやってる制度があるんですね。そのコロナの影響でどったらこったらいうやつですね。で、その中の、緊急小口資金についていうのはね、ついてはその1からその8までね、うだうだいろいろお話しさせてもらってるんですけど、もしまだ見てない人いてたらね、こう詳しく、なかなかこんな教えてないでっちゅうのがこういう感じで、破産者はどないやねんとかね、みなし OK なんとかね、なんぼ下がってたら OK なんとかね、明細書とかいるんとかね、何日で振り込むとかね、いつまでやってるんとか、ブラックやねんけどみたいなとかね、すでにも社協から金借りてるんやけど、ってしかも払ってへんねんけどとかね、いろいろやってますんで、またよければ下にもね URL 貼っときますんで、また見てもらえればと思います。今回はね、何が言いたいかと言いますとね、緊急小口資金言ってね、その10万円単身やったら10万円、他特別な場合は20万円単身中か10万円か20万円ですね。そういう貸してくれる制度があるんですね。これは詳しくいろいろ喋ってるんですけど、それとは別に、総合支援資金かっこ生活支援費っていうのがあるんですね。これも同じくね、基本原則はコロナの影響で、収入が減った人、もしくは失業した人が対象なんですね。で、今までこっちの総合支援資金についてはそんなに言うかほぼ触れてないんですけど、今回はこっちの話を重点的に、緊急小口資金については下に貼ってるからまた見ておいてください。今回の話は総合支援資金についてっていうか、詳しくはね、もうちょっと話さないんですけど、そのまず何が言いたいかって言ったらね、の前に、これは4月、今日何日や、4月29日のお話ね、4月29日時点のお話やということと、これまた変わっていく可能性があるんでね、4月29日時点、29日の時点のお話ということと、私は大阪ですねんね、だから大阪でのお話、全国一緒のはずなんですけど、市町村によってね、対応は違う可能性があるのでね、あくまでも大阪のここ大阪市なんでね、そこだけちょっとご了承お願いします。で、今回何が一番言いたかったというと、もう長いの鬱陶しい人はもうこれ聞いて切ってくださいね。総合支援資金ってありますや、
緊急小口資金っていうのはね、一発10万円もしくは20万円借りるだけなんですけど、総合支援資金（括弧生活支援費）っていうのは単身世帯で月15万以内、複数世帯で月20万以内、それを原則3ヶ月貸してくれるんですね。一発もんじゃないんですよ。原則3ヶ月、それが原則なんでね、最長12ヶ月貸してくれるんですよ。ここが全然違うんでね、こっちが総合支援資金が通ればちょっと安心ですやん。それ解散だけませんね。で、あ、別に解散でええ場合もあるんやけど、それはまた自分で調べてくださいよ、か行って聞いてください。基本返さなあかんねんけど、解散でええ場合もある。これ月15万か20万円ですよ。それもう最長1年貸してくれるんですよ。これ絶対借りたいですやん。無利子とか女に貸してくれるんやから。でね、これね、私が調べた範囲ですよ。私が調べた範囲と、まあ、経験も少しあって、この緊急小口資金がね、通ればね、もうほぼほぼ総合支援資金が通るはずなんですよ。なんでかといえばね、給料下がってる、もしくは失業して緊急小口資金合格いうかね、貸し付け OK になったわけなんですから、総合支援資金があかん理由がないんですよね。条件は一緒なんですよ。ただね、これまた話がまた戻るにややこしいんだけどね、要はね、何が言いたいかって言うたらね、ね、何が言いたいねんっちゅう話やん。何が言いたいねんみたいな。要はね、あ、そうそう、またこれ、ちょっと、こっちも見てもらいたいんやけどね、どれやら。これや。これの、このね、あ、そうそう、そのね、あー、もう話がまとまらんな、おっさん。何をぐちゃぐちゃ言うとんねんっちゅう話やけど、こっちからでいいか。このね、厚生、これ、厚生労働省からね、通達出とんねんね。各都道府県、民生なんやら言うてね。要は市町村に緊急小口資金、生活福祉資金貸付制度における運用に関する問答ついて言ってね、こういう厚労省から出とんねんね。これも下に貼っとくわね。ここの問い何のやったかな。これ、特別特例措置における緊急小口資金と総合支援資金の重複貸付の取り扱いの、なんていうもん、いかが何という意味。重複貸付については、資金の性格から判断して貸し付けられるものとされているが、今般の特例措置においては、まず収入減少があった場合に緊急小口資金により対応し、緊急小口資金より先に成功じゃね、対応し、なお収入の減少がついたり失業等となり生活に困窮し日常生活の維持が困難となった場合に総合支援資金による対応をすることも想定している。ここ米印、当初から総合支援資金の貸し付けを行うことを依存むものではないと書いてましたろ。これね、最初に相談行って総合支援の話をしてもええっていうことですやん、これ。
拒んだらあかんことでしょ、総合支援の話を拒んだらあかんっていうことなんですけど、この大阪市はね拒みよるんですよ。緊急小口資金の貸し付けが済んだ人間、お金入金されてから総合支援資金について話しましょういうスタイルなんですね。スタイルじゃスタンスなんですね。だからこの厚労省が言うてることと違うんですよ、ね、ここ注意やねんけど、あいつらの言うことも聞いとかなあかんのでね、基本は OK なはずやねんけど、大阪市は緊急小口資金通ってからこの何やら総合支援資金に話が変わるちゅうことだ。こここの厚労省の話と矛盾しとるんやけど、まあ、そういうことなんですよ。で、そうそう、まあ、こういうこともあってね、要はね、この厚労省からなんやかんや、これね、全部読んでもうたら分かるんですけど、その、ゆるくいけよういうことなんですよ、平たく言えば。もうそんな、以前昔からあるその貸し付けじゃなくてね、今回はコロナ感染症の特例なんでね、あくまでも、緩く言ってくださいと、もう細かいこともよろしいと、収入さえ減っとったらいいんやと、もうそれも口頭でええんやし、証明なかっても、まあ極端で証明なくてもええんですよ。要は下がっとればいいんですよ。で、コロナの何、なんと詳しい話とか何も言いませんね。これも口頭で OK。口頭でコロナの影響で給料が下がった、もしくは仕事がなくなったといえば OK なんですよ。だからね、厚労省もそうやって、もう緊急、とにかく緩くやって急いだってくれいうことを、これ通達しとるんですよ。だからね、その窓口、そうそう、これも言いたかったんやけど、その窓口の担当者の人によってはね、もうこの辺がもう浸透されてない、分かってない、昔のまんまっちゅうか、このコロナの特例前の普通の貸し付けの感じで接する人もやっぱりおるんですよ。だからね、もうそんなに当たったら最悪やけど、その場合は、なんちゅうん、急に気分悪なったようで、また日改めた方がいいですわ。分かる人にね、この辺を全部周知してる、分かる担当者やったらね、給料下がって苦しいですね、苦しなくてもいいんですよ。給料下がりましてんって言えばね、いけるんですよ。だから、そこはね、何、担当者の言うことを鵜呑みにせんとね、いや、なんちゅうん、下がってるん、これ、下がっとるんやけど、みたいなね、感じで、絶対大丈夫なんで、はい、伝わったかな。おっさん、喋り下手やしね、ほんまに。自分でもまとまって話せっちゃうじゃね。まとまらんと喋ってるからもうね。こういうことなの。何が言いたいんか言うたら、それが言いたい。どれやねん話しないけど。要は、そういうことですわ。あとね、これも見てもらおう思っとったよね。これ、こういう感じでね。コロナの特例ですと、緊急小口資金から総合支援資金、大阪はね、この順番をたどると、だから、そう、緊急小口資金さえ通れば、合格して貸し付けいければ総合支援資金も行きますせっていうことですわ。だから、なんぼ減っとったらいいんですよ、基準もないのでね、
半分に給料減ったら出しましたとかそういうのもないので下がってればいいんですよ。でブラックでも何でも OK、 審査落ちとかもないんですよ、その給料下がってればコロナの影響でということなんでね、これが私の上げた全部動画ですね、 YouTube で上げてる動画ですわ。自己破産借りてますかとかね、ブラック OK ですかとかね、もうみんな OK ですわ。ゆるないとあかんのですよ。でそうそう、このね参議院議員の山田太郎言ってね、国会議員さんね、その人もサイト、これ全部下に貼っておきますんでね、また見といてくださいね。あ、これも貼っとこうか。どれや、これや、これや、これも貼っときますね。これも貼っときますわ。これも貼っときますわ。あれ、どこ行った？これも貼っときますね。これで多分いけるんかな。いかれんのか。いかれんかもしれん。ちょっといけるよ、いけるかいかれんか、ちょっと やっときますね。でね、この参議院議員の山田太郎いう人がね、これまたこの厚労省のこの厚労省のこれでね、このちゃん、参議院議員山田太郎言うて、破産次郎に山田太郎言うて兄弟かみたいな、いやそれはいいねんけど、この人がね、この厚労省うんぬんなんとか福祉課から局長名で通達が行われましたってね、詳しく説明されてますわ。この第3弾いうこと、第1弾の3番目いうことでね、生活資金で困ってる方必見です。緊急小口資金、総合支援資金、申請に困らないためにはいてね、これね、こんな詳しく話してる人ほんまいてませんわ。ね、ぜひこっちのサイトもね、サイトというか YouTube もね見てください。とにかく困ってる人には緩く行きますっていうことをね、この厚労省からの通達を見ながらね、喋ってありますんで、非常に分かりやすいサイトなんでね。はい、以上っていうか伝わったかな、伝わってほしいけどな。おっさんも喋り下手やし、もうね、まとまってへんからわからんね、ほんまにね。何分喋ってるんかもわからへんしね、ほんまに。っていうことで、はい、長々とすみません。言いたかったことは、総合支援資金も借りに行こういう話ですわ。借りれるよいう話ですわ。で、窓口のおっさんおばはんに注意っていう話ですわ。分かってんやつおるでっていう話ですわ。はい、以上かな。はい、長々とすみません、ありがとうございました。ではまた破産の話とかね、経験談っていうか、なんかいい方法とかね、いろいろこれからまた動画上げていきますんで、もしよろしければチャンネル登録してください。はい、よろしくお願いします。最後までありがとうございました。失礼します。